はい、自転車には関係ない話もしちゃうよ、つぶやいちゃいます。今日やったあの我が家の車の整備なんですけどね、あの何をやったかっていうと、この前プラグ交換をしたら発覚したのが、このすごく古い18年落ちのお車なんですよね。でこうオイルが回っちゃってるんです。これ、イグニッションコイルなんですけど、なぜオイルが回っちゃうかっていうと、このここタペットっていう部分があって、オイルが満たされてる中を貫通してるわけですね、この長いやつがね。ほんでここの丸いこれが古くなっちゃうと、オイルを止められなくなっちゃって、オイルがにじんじゃう、にじんじゃってもいいじゃないのよって思うかもしんないけど、そうするってと、プラグが失火、つまりこうスパークがね、こう不安定になっちゃったりするんで、このゴムの部品を取り替えたいわけですね。いわゆるタペットカバーオイルシールかな、プラグ周りのオイルシールね。でもって、この車はその軽自動車なもんで、そのなんて言いますか、いろいろ部品を外さないと、そのタペットカバーがねこう取れないので、仕事の大半はその補給類を外すことが主でございます。で大体こう外れてきましたよって、この今このタペットカバーはですね6本のボルトで締まっているんですね。それをこう外していくわけですわ。でまあね、そのなんでこんなことを自分でやってるかっていうと、そのオイルシールのお値段が1500円、純正品今回使ったんで2500円ぐらいかな。でそれなのに工賃が2万円ぐらいかかっちゃうんですよ。で、あ、そう、これなんかねこう取れなくて、ショックレスハンマーでちょんちょんって叩いても全然取れないんで、どうしたもんかなと思ったんだけど、まあ、じゃあちょっとこじってみっかってことで、インテリアバールっていうんでクイクイってやったら、パキってこうきっかけが、こういう部品はねきっかけさえあればこうパリッと取れるわけですね。でこうあらわになってきましたね。こ要はここの今、これがタペットカバーの裏側ね。でここの3つ見えるこの丸いやつを取り替えたいわけですわ。だからこれオイルに満たされている部品なんですね。でクロスフローなんで、センターにプラグがあるから、こういう構造で、これ硬くなってましたね。やっぱりねこう8万キロ走ってるんですね、この車は。で、やっぱりこういうゴム類はある程度の年月が経つと固着したり硬くなって、本来の役目を果たさなくなっちゃうと。なので取り替えなきゃいけないわけですね。まあ自分で買えれば部品代だけで済むんでね、まあやってるわけで、これね、このはぐると、いわゆるオーバーヘッドカムシャフトでロッカーアームとか見えるわけですけどね、結構綺麗でしたね。前のオーナーがきちんと、オイル交換して、これ今回一番大変だったのはこの PCV だっけ、 PCV バルブも取り替えたんだけど、そのゴムが一番硬かった難物でしたね。でまあ、そんないろんな難関を乗り越えながらやっていくわけですけど、せっかくなんでいろんなホースも新しくしたんですわ。まあ、ターボで下級圧がかかるんで、そこら辺のホース類も、まあ、ディーラーで全部今のところ手に入るんで、新しいホースにしてやりました。だからまあ結構古いけどね、ここだけは新車かなみたいな。ほらゴムって金属に比べて劣化するわけですよね、ひび割れたり、まあ、自転車のタイヤもそういうこと起きますけど、でひび割れると空気が漏れたり、いろんな悪さをするわけですね。で外すとき確認しなかったから、俺この今つけたやつは長手と短手があるんだけど、どっちかなと思う。これがほらインタークーラーをね、
ちょっと端っこのところに、マルチフォーミングクリーナー水に戻るからそれをチュチュって拭いてやると ゴムに対してはスルスルって入ってきますね。まあそのうち乾いちゃうから何にも OK 牧場問題ないんで、こういうなんかこう液をつけてやるとこういう状態のやつはスルッと入っていくっつうわけでございますね。で一旦つけてみたんだけどなんかボルトの位置が合わねえなっつうわけで、これ逆だったねっつって、間違えたからこう勝手が違ったわけですね。こう入れてやるとで、うまく収まりました。で ここのパイプはね、そのブースト圧がかかるんで劣化すると、まあ、空気が漏れちゃったらね大変なことになっちゃいますからね。で今回もですね思ったんだけど、よくほら締め付けトルクうんぬんっていう話があるじゃない。でその全てのボルトはいろんな役割があるんですよ。この車の場合だとそのホースバンドを締め付けるとか、ゴムのガスケットを締めていくとか、この部品をなんですかエンジンにつけるとか、それぞれのボルトが果たす役割っていうことを理解していけば、ボルトが空回りしてだん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 締まってって目標物に当たってお仕事を始める瞬間っていうのが分かると思うんですね。手触りで、その手触りっていうのはトルクレンチじゃ分かんないんですよね。でその手触りで突き当たったな、役割を果たす場所ですか、位置ですかにボルトの頭が来たなと思ったら、そこからどれぐらい締めてやるかっていうことを考えるといいと思いますね。これはねメタテってやつですね。このフィンがね潰れてると良くないんでちょっと修正してやるわけですよ。まあそんなこんなで、これ最後にこれはあれだ、空気が冷たい外部の空気が導くやつね、インタークーラーにねこの位置にあるからね、インタークーラーがね本当は前面に出てりゃいいんでしょうけど、軽自動車の場合はそんな贅沢なスペースがないんでこんなところについてるわけでございますね。でこれがつければもう終わりかな。あとはバッテリーターミナルにマイナスアースをつけてやれば、このアーシング私つい最近やったんだけどね、アーシングはねやっぱ効くわね。低速トルクがめっちゃアップするんで、これは気のせいじゃないと思っております。アーシングいいですね。もっと増やしたいぐらいでございますね。でいろいろやりながら、まあ小1時間ぐらいで全部つけ終わって、はいエンジンスタートって感じでね。まあプラグは新品だしね、でタペットのシールも新品だし、でゴムホース関係も今回新品にしたんでね、しばらく、大丈夫かなみたいな感じ、思ったほどスラッチも溜まってなくて、ロッカーアームの周辺が綺麗だったのがね良かったね。まあ、そんなわけで、休日の昼前に、うまいことをやって、ご視聴ありがとうございました。どうもー。